皆さんこんにちは。ビッキー&ミナメロナ、土曜日はメロディーカフェでオールオーケー。よびよびよび。改めまして、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。どうぞ本年もよろしくお願いします。お願いします。はい、前回はですね、はい、ちょうど2016年から17年に、うん、切り替わったところでこの番組配信を、はい、ね、いい加減に酔った状態で放送しました。だいぶすごかったです。すごい、はい、新年の幕開けとなりましたけれども、はい、今日はシャキッと頑張りたいと思います。今日、はい、門松からです。門松からですね。門松からでお送りしたいと思います。はい、改めてですね、よさこいのここで、いきなり頭から皆さんに大宣伝をさせていただきたいと思います。はい、新しく生まれ変わりましたよさこいのチーム名はレジンデンシャル響きとなりました。どうぞよろしくお願いします。そして無事にですね、年末に、新曲のレコーディングもやってきたんだよね。はい、やってきました。うん、タイトルは、はい、My Way Japan。 My Way Japan だよ。では早速ね、はい、ワンコーラス、ワンコーラスだけですよ。ノリノリ、はい、ノリノリしながら聴いていただきたいと思います。はい、My Way Japan、 どうぞお聴きください。ミュージックスタート。読み込み中ですね。ビッキーが行ってきたいと思います。はい。みんなこれ乗れるから、本当に乗れるんですよ今回は。レコーディングが済んでみてどうでしたか？レコーディングですね、やっぱ私2回目ですからね。2回目ですから。ね、まあ、できましたとか言ってますけど、とか言ってね、とか言ってますけどね。私たちまず中目黒のレコーディングスタジオシャーマニカさんに、はい、到着したらまずね、はい、喉通りを良くするために、はい、恒例の豚骨ラーメンの儀式ですか。はい、豚骨ラーメンの儀式から始まりましたね。貴重なお時間を割いて、はい、豚骨ラーメンからいただいて、はい、そしてレコーディングしてまいりました。はい、うん、で、すぐね、賑やかな今回、うん、愛の手メンバーも、うん、人数が増えてね、4人、5人で、最後私たちもちょっと加わって、うん、はい、7人でやったのね。7人で、はい、すごく和気あいあいと、はい、レコーディングスタジオの方の雰囲気が、うん、
この CD にしっかりとね、うん、吹き込まれたと、はい、魂が吹き込まれたと、そういう雰囲気がしますね、うん、はい、ということで今年はメンバー100人大募集。イエーイ。もう、もうね、すでに、あちこちからお問い合わせをいただいておりますが、うん、目標100人ですから、はい、100人で、そして、大きな舞台または長い、あれは流しっていうんですけど、うん、パレードでね、うん、皆さんで踊りたいと思います、はい、うん、私たちのレジンデンシャル響きの特徴は、うん、みなめろちゃんが感じている私たちのチームはどんなイメージですか？ハッピーハッピーハッピーですね。ハッピーですよ。みんな仲がいいんですよ。みんなすごい仲良くて、うん、ね、うん、ローラクニャニョ大臣ですか、あなたは。ローラクニャニョヨロヨロそんなこと。下は一番可愛い子ちゃんは、うん、小学校1年生から、はい、人生の大先輩は69歳70歳ぐらいまで、うん、ね、うん、過去最高は78歳になりましたから、はい、なんと素晴らしいチームなんでしょう、はい、そして全国大会行っちゃいますから、うん、今年も目標は8月の高知の全国大会頑張ります。目指すよ、はい、この My Way Japan を、うん、みんなで聞きながら踊りながら、そして振りを覚えながらノリノリで、そしてぜひで、応援するよっていう、サポーターの皆さんも、はい、大募集しております、はい、うん、もちろんチームの、ね、サポーターとしても募集しておりますけれども、はい、掛け声のサポーターも欲しいね。欲しいですね。今回はうちの会長がですね、うん、ぜひこの言葉を入れましょうということで、サビの部分に乾杯が入ってたんです、はい、これなんか楽しそうだよね、はいはい、あとプップーとかこれいいよね、うん、ディスコ世代お待ちしております、ね、はい、はい、ということでまずよさこいのことが一番私たちのトップニュースなので皆さんにお知らせしたかったことです。はい、うん、お正月はどうでしたか？ゆっくり過ごせましたか？まあ、大晦日はね、一緒にいましたね。その後ですね、実家に行きまして、うん、はい、またいっぱい食べてきました。恒例の袋詰めは今年はやったのか？袋詰め行かずにピューラランド行ってきました。はい、ピューラランドのお友達に。そうです。ね、マイメロちゃんに会わないと一年始まらないんで。うん、そうですね。始まりませんよ。マイメロ大名人に会ってきたわけですね。会ってきました。おめでとうございます。ありがとうございます。やっと会えました。なんか、すっきりした感じがしましたね。もう会いたくて会いたくて。どのくらいぶりに会ったんですか？ですね。3月ぶりに会いました。うん、あ、去年の3ヶ月くらい会えてなくて、ね、心の恋人マイメロちゃん本当にやっと会いましたよ。よかったです。フェイスブック見るとね、はい、マイメロちゃんとクロミちゃんクロミちゃんね、クロミちゃんとの絡みが可愛いんですよ。だいぶ楽しそうでしたね。そうなんです。クロミちゃんはマイメロ尽くしのね、うん、こう見ると嫌がるんですよ。うん、ジェラ？ジェラ？ジェラ？クロミちゃんのジェラ。ジェラ攻撃に遭っちゃった。そうなんですよ。もう全部取れって言われて。もう身ぐるみ剥がされちゃって。全部取ってやっと一緒に写真撮ってくれました。いい思い出に、ね、はい、なりましたね、はい、いや。素晴らしい新年を迎えられたということで、はい、ね、みなみちゃんも元気いっぱいでございます。はい、ね、私はなんと明日から伊勢神宮にお参りに行ってまいります。お、伊勢の旅毎年恒例になってるんです、うん、チームをね、代表して私も行ってまいりますので、はい、お留守番お願いしますね。はい、 はいということで、またその7月4日はあれでしたよね、うん、イオンモールの、ここで皆様にお礼を言わなくてはいけません。そう、散々告知をしてお、うん、おいて、うん、お日柄にもお天気にも巡るまれましてですね、はい、イオンモール、幕張新都心さんで響きエツコとメロディーフレンズ2017年も羽ばたいていこうというテーマで、はい、もうお客様もう満席&もう立ち見で、本当にどうもありがとうございました。ね、気持ちよかったね。だいぶ気持ちよかったですよ、うん、もうみんな本当ありがとうございます。みなみちゃんの
でもねも聞けたから、はい、お客さん、まあ、もう皆さんね、うん、なんかテレビで見た南ちゃんだっていうことでね、うん、大満足だったみたいです、うん、ありがとうございます、ね、ワンステージ、ツーステージとも、うん、あの両方来てくださった方もいて、はい、本当にありがとうございました。無事に成功を収めました、はい、また次回ね機会があったらあのイオンモールさんのグランドスクエアとても良かったですね、うん、そうですね、野外ステージ、特設ステージって、うん、常設ステージっていうのかな、うんうん、とても広くていいステージだったので、うん、また歌いたいと思います、はい、うん、では告知に参りたいと思いまーす、はい、ね、毎度おなじみの皆さんもね、うん、いつも見てるよと声かけていただいております。毎週千葉テレビでは月曜日になって月曜日の朝8時からです、はい、歌うセールスマン、はい、こちらに、実はここでご報告があるんです、はい、3月までの予定がなんと、なんと好評につき6月まで伸びました。皆さんありがとうございます。またねいろんなお店を紹介してまいりたいと思いますので、うん、皆さん楽しみに見てくださいね。はい、こちらの方で各局の、放送日、放送曜日がお時間が書かれております。よろしくお願いします。そしてこれからの放送となります、三沢明美のお茶会歌謡会にゲストコーナーで出ますので、はい、こちらの方、皆さん見れるかな、全国の方ね、BS チャンネル合わせてどうぞ見てください、はい、ライブ情報いきたいと思います、はい、まず、そうなんです、2月16日、なんと私、ビッキーの誕生日に響悦子バースデー記念カラオケバス旅行ということで、なんと歌うセールスマンの番組収録付きということです、うん、そして行き先はどこかと言いますと、千葉県の美味しい海の幸が食べれるところをバスで巡ってまいりますので、どうぞ皆さん限定40名です、来てください。はい、よろしくお願いします。はい、はい、続きましてですね、2月19日こちらは日曜日になってます。はい、会場は西志津ふれあいセンターさんで行います、はい、第2回カラオケトトロ夏メロ発表会ということで、私もゲストコーナーで出るし、みなみちゃんも今回は夏メロで、はい、何歌うんだっけ、津軽海峡冬景色頑張ります、ね、はい、ちょっとあるお店でねリハーサルしましたけど、はい、だいぶ好評でした。本当ですか、もしかしたらノー練習だったんですけど、お客様はだいぶ受けてましたので、かた、これからよく練習してください、はい、練習します、ね、みなみちゃんのド演歌みんな聞きに来て ねよろしくお願いします。はい、そしてですね、3月は響悦子の愛称ドラマ記念ディナーショーが、3月5日の日曜日夕方より、マリアチャペルマリベル柏さん元、玉姫伝さんで、行いますので、皆さん来てください、よろしくお願いします。詳しくはこちらです。はい、はい、そして南ちゃんも、はい、今年は、今実はね、うん、あの密かに水面下で準備してることあるんだけども、 ありますね、あるんだけれども、はい、こちらでも宣伝バッチリしたいと思います、うん、昨年ね、うん、2016年の、千葉テレビカラオケ大賞21で、はい、第61代、グランドチャンピオンに輝いたので、岡田みなみ先生の誕生なんです。今年は、はい、体験レッスン募集中、はい、来てね。はい、また大々的にね、こちら今告知をしておりますけれども、うん、受付募集をスタートしたらこちらでもお知らせしますので、はい、皆さん歌いたいな、僕も大会に出たいな、歌いたいっていう、テレビに出たいっていう方はぜひ南先生にご伝授をお願いして、南先生だよ、大丈夫かな。こんな感じです。こんな感じで、まずは笑って腹筋から、はい、腹筋から鍛えられる、ね、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、この楽しいね、響ボーカルスクールも、はい、私たち2人で今度講師になって頑張りたいと思いますので、はい、応援よろしくお願いします。お願いします。ということで、ビッキー＆ミナメロでした。バイバイ。バイバイ。じゃん。じゃん。
私はムキムキでした。ムキムキ。